今日はコミュニケーションスキルの日か。今回は成長が早い人間の口頭テクニックを紹介しようかな。成長が早い人間は何か特別なテクニックを持ってるんですか？持っとるね。私の2個下の子で30歳であっという間に執行役員まで出世した男がおるんよ。30歳で白熊先生より早いじゃないですか。そういう人もいるもんだ。しかもそこそこの規模の会社でレベルの高い従業員の中でやからよりすごいのよ。そんな人のテクニックを学べるんですね。お得感がある。彼は教えてもらうテクニックがずば抜けて高いのよ。私もその点には若干の自信がございますわね。白熊先生から知識を搾取する能力は高いです。そうやね。管理人ちゃんも相当に上手やと思うけど、彼はそれを誰に対しても行えるんよね。何？それは無理だ。私は小二衆なので白熊先生以外のおっさんは苦手です。彼はさ、自分が欲しいと思っている知識をすでに持っている人間を嗅ぎ分ける天才なんよね。なるほど。誰がどんなことを知っているのかについて詳しいってことですね。めちゃくちゃすごいよ。どんなことでも誰に聞けばわかるかをちゃんと把握してんのよ。その上で自分が知りたい情報が出てきたら教えてもらいに行くんですね。そうなんよ。そんで教えてもらうテクニックがまたすごいんよ。教えたくなるんよね。え、どうしてだろう。だって教えるメリットなくないですか。普通はそうなんやけどさ、彼の場合先に貢献をしてんのよ。だからお返しで教えたくなるんよ。どういうことですか。そこに秘訣がある気がします。例えばやけど、私の誕生日にアマゾンギフト券を5000円くらいメールで送ってきたりするんよ。白熊先生がこの世で一番欲しいと言っているアマゾンギフト券を分かっているやつだ。マジでそれよ。私は書籍しか買わんから、アマゾンギフト券が世界で一番嬉しいんよ。そういう個人的な好みとか欲しいもの、喜ぶものを把握してんのよ。それはうまいやり方ですね。先に貢献をされてしまうと確かに何かお返しをしないとと思ってしまう。そうなんよ。アマゾンギフト券だって大した金額じゃないんやけど、不意打ちでもらっているから恩を感じるんよ。人の心の動きをよくわかっている人ですね。そやつやりおるな。その結果、彼から連絡があるとどんなに貴重なノウハウでもサクッと教えてしまうことになる。究極のコミュニケーションスキルですね。それさえ手に入れれば人生がイージーモードだ。そういうスキルを認められて若くして執行役員になったんやと思うよね。ちょっとレベルが高いな。コミュ力お化けだ。私がよくさ、人に教えてもらうなら対価を支払わんといかんよって言うてるけど、彼はそれが完璧にできてるんよ。言ってますね。もらうばかりの関係だと確実に破綻するんですよね。一方的だとろくな結果にならんから、必ず相互貢献すべきやね。知識で返してもいいし、お金やプレゼントでもいい。その人の場合、教えてもらう立場なのに先に貢献をしているってところがうまいですね。そうなんよ。彼は常に自分にできる貢献を探してるんよ。自然な思考でそれができるやつなんよ。コミュニケーションスキルにとどまらずビジネススキルでもある気がする。私も見習おう。本人の元々の性格がいいやつってのもあるけど、参考になるスキルやと思うからやってみてほしいね。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。